生駒市の屋敷跡氷城は、現在の愛知県江南市に存在した、日本の城。生駒市は、藤原忠人の子孫で、大和国を本願としていたが、文明年間に、生駒家広が、応仁の乱の戦火を逃れ、寂びれていた林市の丘陵を終わり、国氷に移住した。後の岩倉街道などが通る、交通の要所であったことから、生駒市は、馬尺として、 財をなし、代々を出しと関わり勢力を拡大するようになった。最大時には、日田から東三河にまで証券を拡大していた。生駒氏が権力を持ち兵部隊に出始めたのは、生駒屋州の娘、吉野が織田信長の側室となり、長男、織田信忠、次男、織田信を生んだ頃である。この頃に、氷城が築かれた。天正十二年小牧 長久手の戦いの際には、戦いの最前線となり城は大幅に改修された。織田信夫が追放された後、課長は隠居していたが、息子の伊駒敏豊は、豊臣秀吉に仕え、関ヶ原の戦いの後は、徳川家康に懇願され松平忠義に仕える、ダメわりに残った。その後、伊駒俊勝は、尾張藩主、徳川義直に仕え、子。 徳川綱成の森役となる。子孫が過労となり四千国を漁した。一国一条例により、氷城は、廃城となり、生駒家の中心が、名古屋城下に移ったが、在所持ちを許され、周辺領地と移行は縮小されるもそのままに、生駒志下屋敷として隠居所の機能を果たしながら、存在した。旧違いの際にも、在所の氷村を失うことなく、明治時代を迎えた。 明治以降、武家解体の後に下屋敷は処分された。現在は、死指定文化財となった、旧下屋敷注文と石踏みを目にすることができる。ありがとうございます。